東京も含めてですね、送られてきてますんで、そういったこの原子炉の中の状況、数値的な状況を見る限り、この原子炉は、まあ、格納容器を含めてですけれども、健全性が保たれているというふうに判断したということです。ただ同時にですね、このプラントの状態を調査するということなんですが、まあ、プラントっていうのはこれ全部合わせてというふうに考えた方がいいと思います。先ほども申し上げました通り、ここの3号機のところで上部のこの屋根がですね、建屋の屋根が飛んだわけですから、それからかなり大きな、かなり高い高温にさらされましたので、この格納容器に問題はなかったのか、それからここから吹き飛ばされた構造物がこうした隣の建屋等をですね、直接程なく東京電力が見送りを発表するなど混乱が続いています。映像です。被災地では未だに詳しい被害や避難している人の状況が把握できない地域があります。作業開始時刻0730、くまなく高速0730イメージ。自衛隊などによる懸命な救助活動や避難している人たちの支援が続けられています。